君の質疑は終了いたしました。次に井上秀隆君。日本維新の会の井上秀隆でございます。昨年12月の衆議院選挙で当選をさせていただきまして、今回初めての予算委員会ということで、での質問となりますので、不慣れなもんですけれども、どうか麻生大臣、田村大臣、新藤大臣、よろしくお願いいたします。で、財務大臣、多分直接ですね、突然聞くことはないと思いますので、私の質疑を少し聞いておいていただけたら結構かと思いますので、よろしくお願いをいたします。でまた初めてということでですね、ちょっと数字が出てくるような質疑もさせていただくんですけども、今回ちょっと時間が間に合わなかったということで、配布資料をですね配布もできておりませんので、少し数字が並んで、お聞き苦しい点もあるかと思いますけれども、メモを取っていただくなりしていただいてご容赦いただけたらというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。まずは田村厚労大臣にお聞きをさせていただきたいと思いますけれども、やはり社会保障費というのがですね、増大する、それもまだかなりの急激にですね、大幅に増大していくというような現状の中でですね、やはり社会保障費の抑制というのはやはり喫緊の課題じゃないかなというふうに私も思ってますし、我々の会派も思ってますし、おそらく多くの先生方が思われていることかと思います。そういった中で今日は通告ではですね、社会保障制度全般についてという通告をさせていただいているんですけれども、その中でもとりわけ生活保護についてですね、少しお話をさせていただけたらと思います。まずは生活保護のですね、昨日ですかね、12月の速報値が出たかと思います。で、その現状をですね、お聞きさせていただきたいと思います。でまたいて、もちろんどれぐらいの数でという世帯数人数で結構ですのでおっしゃって、いただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。田村厚生労働大臣。生活保護実人数でありますけれども、出ました数字、平成24年の12月分でありますが、総数が215万1165人ですね。それから非保護世帯数でありますけれども、157万トンで823世帯ということでございます。井上秀隆君。はい、もう出た速報値ですね、ご答弁いただきまして本当にありがとうございます。でこの、生活保護にですね、この平成25年度の、当初予算ではいくらぐらいの、計上されているのか、お答えいただけますでしょうか。田村厚生労働大臣。すいません、正確な数字を申し上げなきゃいけないものでありますから、当初要求額でありますけれども、2兆9313億円となっております。井上秀隆君。はい、国費負担ベースですね、がそれだけで、地方負担分を入れますと、生活保護費全体で、3兆7632億円という規模になっております。でやはりこの生活保護、我々としてもそのやはり社会生活においてですね、急に不都合が発生をしてですね、その不都合が生じた際の緊急避難的なセーフティーネットという意味ではもう絶対に必要であるというふうに我々も思ってますし、絶対存在すべき制度であるというふうには理解をしております。ただやはり3兆7000億という規模になってくるとですね、非常に財政を逼迫するんじゃないかと。でそういった中でこう抑制を考えていく中で、
今現状その3兆7000億の中でですね、高齢者世帯の方々が 42.6% で、障害者世帯、傷病者世帯が 37.8%、 母子世帯が 7.6%、その他世帯が 17% ということで、構成をされています。でまた扶助費の内訳で言いますと、医療扶助費というのが 46.9% と、大方約半数を占めております。で生活扶助費が 34.5%、 住宅扶助費が 15.4%、その他が 3.2% というふうになっております。でそういった中で、やはりこの先ほど申し上げましたように、緊急避難的なセーフティーネットとしての状況は非常に大事なんですけれども、一方で、不正受給というのもございます。でもちろんこれ、不正受給のですね、ちょっと比較のしようがありませんので、先ほど大臣がご答弁いただいた世帯数、それから受給をされている人数からですね、単純には比較できないんですけれども、平成19年から不正受給の調査をしててですね、19年時点では 15,979 件というのが不正受給がありました。で20年に下3桁切らせていただいて、20年では18,000件、21年では19,000件、22年では25,000件、そしてこれが23年になるとですね、一挙に10,000件増えて35,000件というふうになるんですね。で先ほど申し上げたように、世帯人数に対してどういう比較ができるかというのは、ちょっと別問題にして、やはりこの不正受給の件数の伸びというのが、ここ最近になって如実に現れているというのが現状であります。でそういった中で、誤解のないように改めて申し上げておきますけれども、やはりこの生活保護を受給されている方々がみんな不正受給をですね、されて受給されて不正で受給をされているということはありませんので、そこは誤解のないようにお考えをいただきたいんですけれども、やはりでもその不正受給がですね、やはりこれ公費で、負担されているというか賄われておりますので、やはりこういう不正受給があることによって生活保護の制度の、信頼というのがですね、根本的にやはり揺らいでしまうという大きい問題があります。で悪質な、事例が明らかになる、また地域コミュニティで、よく言われるのはですね、あの人生活保護を受けているのに、パチンコなんかのですね、遊興費として使ってるやないかというような、風評なんかもよく本当に聞きます。でやっぱり一方でそういう方からすると、生活保護の、水準が高いんじゃないかとか、恵まれすぎてるんじゃないかというような、意見も巷ではですね、やはり出てきてます。でそこでですね、先ほども申し上げたように、受給者の約半分、42.6% が高齢者なんですね。で今回ちょっと取り上げたいのは、この高齢者と、そしてまた後ほど、若年者、若い現役の稼働世代についてちょっと触れたいんですけれども、まず高齢者の場合はですね、今世間で言われるちょっとモラルハザード的な問題が出てきてます。でそれは例えば国民年金を受給されている方がですね、基礎年金で約66,000円を受給されているというのに対して、これ生活保護を受けている高齢者ですね。でこれはもちろん給地別で住んで、地域にもよるんですけれども、例えば、私の出身の大阪市なんかで言いますと、月額生活扶助費が約80,000円で、それプラスですね、住宅扶助が加算されますんで、40,000円から50,000円加算されますんで、実際120,000円から130,000円、受給されているという現状があります。で単純に、資産のないですね、国民年金、当然これは20歳の頃から60歳まで40年間満期の状態で保険料を払っていってですね、受給される金額が66,000円ということになっています。で片や生活保護で受給されている方は、12万円から130,000円月額でもらってるんですね。ということは単純にも倍額の差額があると。でもちろん、生活保護とですね、年金という制度の趣旨の違いというのはですね、もう言わずもがなでですね、おそらく大臣もうよく分かっておられると思いますし、我々も分かっているつもりですけれども、やはりいつもですね、安倍総理は、頑張っている方が報われるというか、
もちろん、誤解のないようにしていただきたいのは、生活保護を受給されている方でも一生懸命、頑張ってですね、おられる、生活されておられる方がたくさん、おられますので、誤解のないようにしていただきたいんですけれども、少なくとも、40年間ですね、保険料をずっとこう納めてきて、頑張ったか頑張ってないかは別にして、一定国のルールに沿ってですね、健全に、生活を送ってこられた方が、今、リタイアして、年金生活を迎えて、で一方で生活保護を受給されている方とですね、支給額がやっぱり違うということは、これは制度が違うという一言ではなくてですね、根本的な、やはり解決というのが必要なんじゃないかなと思っておりますけれども、その年金の受給金額と生活保護の受給金額との違いについて大臣の所見をちょっとお伺いしたいと思います。田村厚生労働大臣。よく私なんかが地元で、政治活動やっておりましても、そのようなご意見いただきます。もう委員ご承知の通りだと思いますけれども、生活保護とですね、基礎年金とは全く違う趣旨のものでありまして、今もお話ございましたが、65,541円ですかね、今現状、基礎年金が。で、生活保護も大阪では8万ぐらいだという話でありますが、3級1の2では62,640円でありますから、当然比べるべきものじゃない。基礎年金は全国一律でございますし、満額納めている方もおられれば、納めておられない保険料ですね、方もおられますから、当然支給金額は違ってくるわけでありまして、言うなれば、基礎年金、国民年金というものは、他のいろんな蓄えでありますとか、資産もあります。で、そういうものに対して、やはり老後の生活をする上での、不労でのですね、収入としてですね、やはり将来の蓄えといいますか、備えて保険料を納めていただく、生活の中で全般的な収入のうちの一部であるというふうにお考えをいただきたいなと思います。ちなみに生活保護を受けるためには、ミンズテスト、視力調査をしなければなりませんから、貯金があったらこれは生活保護が受けられないと。じゃあ、さらば、生活扶助だけではなくて、住宅扶助はどうかという話もありますが、家があれば住宅扶助は受けられないわけでありますから、これは必ず住宅扶助がもらえるわけでもありませんし、医療扶助は病気にならなければ受けないわけであります。そしてさらに、申し上げればですね、やはり、もし基礎年金、65,000何がしかで家もなくって他に収入も何もないどうしようっていう場合には生活保護という形になるんであろうな。収入認定になりますけれども、この基礎年金は。ですからそこの意味での、一番最後のセーフティーネットという部分でございますので、この基準額、生活扶助の基準額はいろいろとご意見もありました。今回は適正化をさせていただく中で、それはひどいじゃないかというお声もあれば、まだ高いじゃないかといういろんなご意見もあろうと思いますけれども、今回はこのような適正化をさせていただくということでございます。井上秀隆君。はい、大臣ありがとうございます。制度ももちろん根本的に違いますし、本当に様々な観点でご議論をいただいているというのは、重々承知しているつもりであります。で、そういった中で、やはり、先ほど言われたように、確かに、年金一本でですね、資産もなくて住むところもなくてという方がどれだけおられるのかというのは、確かにあるんですけれども、ただ、実際にそういう方も、おられるのも事実ですし、で、生活するにおいてですね、やっぱり負担割合といいますか、66,000円の中からですね、約66,000円の中から、家賃も納め、そしてまた、後ほど触れますけれども、自分でですね、その年金の受給金額の中から、当然家を持ってたからといってすぐに現金化するわけじゃありませんから、生活するための現金として、手元に持っているということになりますと、やはり病院行くのにも制約がかかりますし、高齢者になれば、介護保険の介護費の扶助にも本来でしたら使うということになります。で、そういう意味で少しお話しさせていただくのは今度医療扶助についてでありますけれども、私はやはり生活保護の受給者といえどもですね、やはりそれなりの医療費を負担すべきじゃないかというふうに考えています。もちろん受診抑制というのにならないようにですね、最新の注意を払うということは当然で、あるのは前提でありますけれども、やはり先ほど申し上げたように、どんどんと雪だるま式にですね、社会保障費用がですね、増えていっているという現状の中で、この医療扶助費、保護費のうちの約半分を占めている、やっぱりそれの、適正化というとあれですけれども、抑制というのがやはり大事だと思うんで、その医療費に対する窓口での自己負担について、
大臣の所見をお伺いできたらと思うんですけれども、お願いいたします。田村厚生労働大臣。これも窓口負担ですね、議論をいろんなところでさせていただきました。そういうご意見もたくさんいただきました。ただ一方でですね、やはり今命の関わってくる部分でもございますので、地震抑制がかかって本当に命を落とされる方々が出てきた場合どうするんだというようなご指摘もございまして、今回は一部負担というところまでは踏み込んでいないというところでございます。ただやはり医療扶助を適正化していかなきゃいけないというのはもうおっしゃられる通りでございます。一つは指定医療機関自体がいろんな悪さしているという場合もあるということでございますから、ここの指定要件でありますとか取り消し要件、これを明確化しまして、一方で更新制を取り入れていこうと、今までは一回指定するとずっと続くんですけれども、一定期間でもう一度見直そうということも取り入れさせていただいておりますし、やはりその受診のレセプト、こういうものもですね、本当に無駄な医療を受けていないかどうか、これもしっかりとチェックをしていく上でですね、おっしゃられます通り、変な医療扶助の部分がありますと、これは信頼性に問われる問題になってまいりますので、適正な医療扶助というものを実現していくためにですね、これからもしっかり対応してまいりたいというふうに思っております。井上秀隆君。はい、大臣ありがとうございます。本当に医療扶助ですね、今回の見直しの中ではですね、後発薬品の法制化と、できれば義務化とかですね、やはりやれることというのをですね、きっちりとやっていただきたいと思います。でそういう中で、医療扶助、本当に受診抑制だけは何度も申し上げますけれども、発生しないような方法でですね、やはり社会保障の増大の費用をですね、やっぱり抑制していくという方法も一方で、考えるのも、これ祭りごとの仕事だと思いますので、私なりにですね、一つ、考えがあるんですけれども、やはりですね、この先ほども申し上げましたように、年金を6万6千円でもらっておられる方々は、一定それで月額生活をですね、1ヶ月されてるんですね。だからその方々が、じゃあ6万6千円の範囲の中で、自分の中で、じゃあ極端に言うと受診抑制をですね、実際かかってないかどうかというのを改めて考えたときにですね、やっぱり年金の生活者の方は、風邪ひいたからと言ってすぐに病院行ってるかというと、私の知る限りではですね、決してそんなことはないんですね。よっぽどひどくなって、またもう先ほど申し上げられたように、命と関わる話も高齢者の場合はありますんで、その辺は臨機応変にとは言いたいんですけれども、でもやはり財布のと相談をする話になりますから、行きたいからといってバンバン行ってるというふうには我々は思ってないんですね。でもやはりその窓口負担がないということで、やはりちょっとこう際限なくですね、医療扶助費に、当然先ほど申し上げているように保護費の半分ぐらいを医療扶助費が占めてますから、やはり、キャップをかけるという表現は適正なのかどうかは別にしてもですね、やはりそういった抑制を考えるのに、私が考えるのはですね、やはり今のように、医療扶助、それから生活扶助、住宅扶助などですね、等を扶助別に渡すのではなくて、一定その医療費、もちろんこれはもう厚生労働省がですね、水準も含めてですね、各家庭の消費水準も含めてどれぐらいの医療費がかかっているのかというようなことも勘案してですね、やはり全体一つの金額でですね、それで生活も、極端に言ったら住宅の家賃もですね、そしてまた医療費も自分の中で、そのやりくりの中でやっていただくというような、ワンバスケット方式と名付けさせていただいているんですけれども、要はこの扶助でなんぼ、この扶助でなんぼ、この扶助でなんぼ、トータルなんぼというのではなくてですね、もう一定額を決めて、その中で全てをやってくださいというような考え方があってもいいんじゃないかと。でそれによって一定社会保障費におけるその医療扶助の抑制という面ではですね、効果があるんじゃないかというふうに思うんです。で、補正予算の予算委員会の審議の頃から、与党の小泉先生もおっしゃっておられましたけれども、国民健康保険ですね、高齢者ので70歳から74歳の方々が今1割と2割にしようかと、するべきじゃないかとおっしゃっておられて、厚労大臣もそのような議論もあるけれども、今回はというご答弁をしておられたと思うんですね。で結局はその70歳から74歳の方々もですね、
ずっと保険料を納めてこられてて、で今になってですね、まあ、現役をおそらく退いている方がたくさんおられる中で、1割の負担か2割の負担かというのはですね、まあ、もちろん3割から2割に減るという前提がありますので決してあれなんですけれども、まあ、当然窓口の負担だけを考えると1割でおられた方が2割になるというのはですね、やはり負担が増えるという考え方はまあ一歩であるわけですね。でもやはりそういったこう 負担をされていることを考えるとですね、まずはこの窓口の負担がないということに対してですね、やはり負担を設けるというのは私はまあ必要じゃないかなというふうに思っておりますので、これはまあ答弁を求めませんので、まあちょっと考えていただけたらと思います。でまだ時間がありませんので進みさせていただきますけど、まあ、先ほどもう一つ言わせていただいたのは若年者、要は現役稼働世代のやはり固定化、その生活保護を受給することの固定化というのをやはり防いでいかなければならないと。でそれに対して、まあ、やっぱり働いてもらうと、でその働く場を見つけていくということが大事であります。で先ほどからまあ申し述べておりますように、生活保護というのは一定我々のこの国においての生活保護というのは僕は非常にしっかりしたものであると思ってます。でそういう意味では今度そこからですね、自立して就労していただく、また、まあ、自立していただくということを考えたときに、まあ、今求職者支援制度をはじめ、あるんですけれども、僕はかなりのインセンティブをですね、働かさないとそのしっかりとした生活保護からなかなか自立していただけないというふうに私自身は思っています。ですから先ほど申し上げた求職者支援制度をはじめさまざまな施策を打っていただいておりますけれども、やはりそれが効果的にですね、自立支援、そういったものにつながっていただく、で雇用政策、そういった求職者支援というのをしっかりとやっていただくというのをですね、ちょっと時間もありませんので、お願いをして、田村大臣に対する質疑は終わらせていただきたいと思います。で次に新藤総務大臣にお聞きをさせていただきます。国家公務員の人件費についてということで出させていただいているんですけれども、当然これはまあ 7.8% のカットで、またそれに準じて、まあ、必要な措置を講ずるよう要請するというのが本年の1月24日、まあ、閣議決定されているかと思います。その要請はですね、まず、まあ、改めて何度も聞かれていると思いますけれども、強制じゃないのか、お答えいただけますでしょうか。新藤総務大臣。これは私の方でですね、とにかく丁寧に皆さんに説明をさせていただきたいと、このように思っております。地方公務員の給与の削減の要請、これは強制ではありません。そして国が今、国家公務員がこの復興のですね、財源に充てるために給与の削減をしております。私たちも国会議員も閣僚もこれまた給与削減、これは2割カットしているわけであります。その中で地方公務員の皆さんにもぜひ日本の再生に向けてこの協力をしていただけないかと、国並みのですね、給与の削減をしていただく中で、それを日本の再生のためにですね、一緒に協力していただけないかと、こういうことでお願いしているわけであります。この要請は結局各団体において各議会が審議をされて、そして条例となって地方自治体が自ら定めた中で措置されると、このようにしております。我々とすればこの趣旨をですね、しっかりと誠意を持って説明をさせていただきたいと、このように思っています。井上秀隆君。まあ、今総務大臣のお答えで、まあ、誠意を持ってということでご理解いただくというまあことなんですけれども、ただまあ全国知事会のですね、山田知事、全国知事会長ですねの山田知事なんかの反応も見てましたら、まだまだご理解は得られてないんじゃないかなというふうに思うんですね。でそういうことを考えると、まあ、今改めて要請じゃなく要請だというふうにおっしゃってたんですけれども、まあ、先般うちの会派の、まあ、東国原議員からもですね、補正予算の予算委員会の際には要請じゃなくて、まあ、強制だというような、まあ、話もありました。まあ、私もやはり若干そういう感は否めないんかなと。でやはりそれは地方公務員の給与費の削減額ということで、やっぱり予算計上もされているわけですから、それがあって当然だというふうに解釈されても仕方がないと思うんですね。で当然それの積算根拠である、まあ単位費用も下げてですね、まあ
前年度の地方公務員のから考えますと、まあ、7854億円、一般財源で、その約、まあ、約8000億というふうに言わせていただきますけれども、その8000億の中からですね、まあ、3000億の地域の元気づくり推進費というのが、まあ、あって、まあ、私の考え方でいきますと、差し引きすれば、まあ、5000億、交付税は減ってきているというふうに、まあ、私は言わせていただきたいと思いますし、で、おそらく、大臣もですね、いや、でも8000減ってるけれども、歳出含めて特別枠考えたら、まあ、計上額は増えてるんじゃないかというふうに多分おっしゃるんじゃないかというふうに思うんですけれども、まあ、一、全国防災事業費、また緊急防災減災事業費というのは、これはもう地方債ですから、山田全国知事会の会長のですね、山田知事の言葉を借りたら、地方公務員からしたら、借金で、給料は切られて、で、借金はさせられるというような表現になっていくと、どうしても思うんですね。で、やっぱりそういうことから考えて、で、またその5000億、それがじゃあどこに行ったのかと、これは地方債で記載する分ですから、どこに行ったのかというと、やっぱり国に拠出したことになってですね、国の借金返済に当てられるんじゃないかと。またそうなるとですね、さらに地方公務員にとっては、まあ、やりきれない気持ちになるんじゃないかなと思います。で、まあ、防災減災事業、そして地域の活性化等の緊急課題へ対応するということ自体は、我々会派としても否定することはありません。ただ、それを、に対応するためといえですね、先ほど申し上げたように強制的にですね、やはり地方公務員給与費を削減するということになりますと、やはり地方公務員の給与というのに関してはですね、地方の自主性、つまりそれぞれの人事委員会制度でですね、勧告を受けているわけですから、まあ、それさえも否定するんじゃないかと、地方分権の逆行になるんじゃないかというふうにも我々としては思っています。で、また地域のまちづくり、元気づくり推進費のこのまた算定根拠もですね、まあ、これ先ほど申し上げた資料配布してませんのであれですけれども、まあ、3000億積まれている中で都道府県には1950億、市町村には1050。で、まあ、それが基礎額、そしてまたラスパイレス指数による加算、職員数の削減努力による加算という、まあ、ちょっとこう、数字がない方には分かりにくいと思いますけれども、そういった、まあ、非常に、制約があります。で、その中でラスパイレス指数だけを取るとですね、やはり、人件費に対して努力をしてなく、で、まだゼロだったら、これ割増はないんですね、大臣。100を超えてるようだったら。だから100以上のラスパイレス以上になってたら割増はゼロですから、結果的には落とせということになるんですね、人件費を。だそれはやっぱり僕は先ほど言われたように要請ではなくてですね、強制に完全になってるんじゃないかと。だからこれは予算計上されてなくて、地方に実勢を委ねてですね、地方が判断して補正予算を組みますという議論でしたら、それはまあ地方の判断ですからいいんですけれども、強制的に人件費をカットするという議論になってくると、先ほど申し上げたように、地方で今まではですね、給与が認められてて、その給与の説明責任は人事院勧告なり、その自治体に責任があると、説明責任があるというふうに総務省は確かおっしゃってたような記憶があります。だそういう意味でも、まあ、逆行してるんじゃないか。また、ラスパイレスも、まあ、いろんな意味でですね、行政職報給表のみですから、課長級以下ということになります。だから、国家公務員の給与と地方公務員の給与と完全に比べるんだったら、やはり、課長級以上もですね、含めるような、そういう指数。ただまあ、これも一定の比較の参考数値だと私は思ってますんで、参考数値を前提にやはり推進費を算定するというのには、私自身はちょっと、おかしいんじゃないかというふうに言いたいと思います。まあ、時間もありませんので、まあ、ちょっと大臣の出番はちょっと減ってるんですけれども、まあ、こういったでもですね、地方は、やはり不断の努力でですね、職員数の削減、それから総人件費のカットというのをやってきてます。で、そういう中でやはり地方自治体の頑張りにですね、水を差すような、まあ、形、頑張っても指数が100を超えてれば加算はゼロです。ですから、加算、その推進費分の加算が欲しければですね、カットせえと、落としてこいというのが、まあ、おそらく、総務省の意見かなというふうに思います。ですからやはりそういう面で全国知事会もはじめですね、市長会もそうですし、政令市長会もそうですし、みんな怒ってるんじゃないかというふうに思うわけであります。ただまあ今回このようなまあ措置を取られたんですけれども、まあ、大臣にお聞かせしたいのはですね、結局これで誰がまあ得をするのかと、まあ、あるマスコミのチェックではですね、知事、政令市長の8割がやはりこれに反対しているという、まあ、記事も出てます。で、そういう中で、ぜひとも、誰が得するのか、
要は先ほども申し上げたように8000億、まあ、減らしてもですね、この平成25年度の見込みではですね、末見込みでは 13.3 兆円の財源不足というのが発生しているんで、ぜひとも辺の突っ張りにもなってない金額なんで、なぜこういうふうになったのかということをちょっとお聞きさせていただいてよろしいでしょうか。すいません、最後によろしくお願いいたします。新藤総務大臣。まず今回のことはですね、この日本の再生のために頑張るんだという意味があります。でそれには地域を活性化させなきゃいけないということがございます。一方でこの財政の健全化、歳出削減、この努力もしていかなければいけない、まあ、こういうことを両立させるためにどうしたらいいかということでいろいろと工夫をさせていただいたわけであります。ですからまず歳出削減として給与の削減にはぜひ協力をし、国としては標準のこの標準を定めるから、それに合わせて自治体の方で検討していただけないかということでお願いをいたしました。一方でそれはただ歳出削減で削るのみではなくて、歳出削減に見合った額を今度は業界努力に沿った形で町の元気づくりという形で地域活性化のために使ってくださいと。でそれはまず均等配分した上でこの業界努力に応じて人を減らしたり、それからこの給与を削減した、その削減分に見合ったもので、この算定をですね配分を変えるという形で業界努力に沿った中でのこの地域活力をですね増やすための我々はお手伝いをさせていただきたいと、こういう趣旨で設計させていただいたということでございます。すいません、時間オーバーして、終了させていただきます。どうもありがとうございました。これにて井上君の質疑は終了いたしました。